リムロ君、あれじゃないですか、メジャー行って、そうですね、なんかあんま、あんまなんか、そんな意識はなかったんですけど、なんかそういう感じではあったですね。まあでも、メジャー、どうなんですかね。俺もよく分かってないですから、その、なんかその、別に、すごい、なんていうか、音楽的なメジャーの生き方みたいな感じたんですよ。そのラッパーとしてとかじゃなくて、まあ、みんな行くようになってた時代ではあったんですけど、あ、リブロ君もメジャーだーみたいな感じだったんですよね。あ、いや俺はね、なんとか、なんかその活動の場っていうか、なんか安定した場が欲しいなと思って、で当時は中目黒のなんか、ね、スタジオ、ずっと使わせてもらえてたから、まあ、そこで、まあ、俺これずっと曲作れるんだったらいいなと思い、思ってもうそこに座ってたらなんかそういう話になってきて、そうですね。でもあんま作品全然出せなくて、残米、そうそう、残米出して、残米出してだって、ね、うん、もうその後ちょっと活動的にはなんか穏やかになっていくというか、そうラップの、そうですね、そうですね、トラックメーカー的な感じっていう、のはすごい感じてて、で、まあ、俺はまあツイッターでも書いたんですけども、残米の、あのシングルバージョンを前にミックス CD に入れたいっていうふうにリブロ君に連絡したら、なんかもう関係者もわからないっつって、だって俺も権利買い取りてってずっと言いまくってて、マジでマジでいろんなところに行ってて、多分ねえのかなっつって、俺が持ちたいみたいな。いや逆にもそう、確かにちょっと忘れられてる案件だと思うんで、変えたと思うんですよ、ね、多分簡単に変えたと思うんですよ。買っとけよかった、簡単に変えたと思うんですよ。まだ間に合うかな。いやけどなんか、その俺はリブロ君 の、 その、インディーズ時代の作品ももちろん超好きなんだけど、そのメジャーに行った時にまさにそのなんていうか大学生になった時かな、多分あの時がで本当憂鬱な毎日っていうか、当然別に楽しくもないし、ラップもうまくいってない、グループも解散しちゃったりとかして、実家でずっとなんかもう昼とか、もう朝まで起きてて、もうなんか昼から夕方に起きて漫画読んでみたいな、けどたまたまそのスカパーとか入ってたから、あのスペシャと MTV 見た時に残米が流れてきて、でリブロまだやってんだみたいな、その追っかけるとかじゃなくて、ちょっと俺も離れてたんですよ、そのヒップホップ嫌いになっちゃってて、残米聞いた時にそのヒップホップのことじゃなくて、要するに音楽をその楽しもうっていうことを歌ってるリブロ君っていうのがいてくれて、マジでまたその戻るっていう、そのうわーっつって、やっぱこういうことを歌わなきゃダメだっつって、そのなんかダメだって、なんかそれちょっと窮屈ですけど、けどなんか俺の中でもう一回なんかそのちゃんとヒップホップ向き合おうみたいな変わった時があって、なんか結構エポックメイキングというか、なんか音的にもやっぱそのなんていうか、そのサンプリングとかそういう的なものではなくて、なんかちょっとなんかで、あの浮遊感ある感じで好きになってなって、あれでも結構こだわって全部サンプリングでやってるんですよ。あ、そうなんすか。で、結構もうその時ちょっと狂ってたんで、なんかあの楽器ごとに違うレコードからサンプリングできたらいいなぐらい思ってたぐらいなんで、まあ結構細かく組み合わせてそのサンプリングで構築してるんですけど。そうなんすね。そうだから一個一個がネタがあってっていう、でそこはね結構頑張ってたんですけど、家帰ってまた聞いたら俺気狂いそうで嫌ですよ。いや、そうそう、だからネタ何なんだろうとかなっちゃって、そう分かんないですもん。その時もだから俺もそのタイド EP で雨降りの月曜とかやったそのあと、そこはもう完全になんていうか日本語のヒップホップが始まって、すごく全部俺自分影響受けてたから、で全然スタイル違うけど俺は全部ね、もう影響受けてたんですよ。でやっぱこうしなきゃいけないかな、しなきゃいけない、結構考えて、でその受けた影響を自分がじゃあまたね、同じ話だけど、オリジナルとしてじゃあどうやってそれを曲作れるのかっていうか、だからそれメジャーでも別にインディでも関係なくて、次に作ったやつが残米で、ああそうですね、その
それをやりたかったんですね、うん、だからそのちょっとメジャーだからってやったわけじゃなくて、うん、自分のオリジナルっていうかをやんなきゃいけないもうすごい脅迫のあれあったんですよ、ね、もちろんですだからそこしかもう俺には道がないからあのそれは、うん、それでそうじゃないとやっぱそこのヒップホップの器に入れないからっていうのだけがあって作ったのが残米めっちゃオリジナルすぎてだからそこはもうそれは伝わってたら嬉しいですよ、ね、もう伝わりまくってるっていう、うん、あのだからなんかそのいわゆるそのヒップホップ、うん、日本語ラップの界隈にエントリーされる曲ではなかったかもしれないじゃないですか、うんうんうん、そうそうけど、オリジナル度で言ったら、うん、もう本当ずば抜けて歴史に残るっていうかなんでこの人こんなことやんのっていう風になんか俺には茨の道行ってるなっていう風に思う。いやそうなんですよだからヒップホップって考えてちゃんとこの時流の音とやっぱリリックだってあるはずなんですよね、はい、その時のだけどその時はもうすごい脅迫観念でやってたんでオリジナルでいなきゃいけないのそうそういなきゃいけないそれじゃないとやっぱ俺はもうやれないもう出せないと思ってたのでだからまあそこはやんないといけなくて、うんまあ、それでやっぱりそこで生き残っていく人がやっぱ今後まあ、うん、いけるんだろうなっていうかそういうなんかねもっとだから砕けた感じで、うん、もうその頃から今ぐらい砕けてたらこんな良かったね、いやいやけどそうもう最高なあれなんですけど曲なんですけどもその後まあトラックメーカーな、うん、あの空気感というか、うん、ラップ結構やらなくなられてて、うんうん、で山陣さんプロデュースとかもされとかしてましたけども、うん、それは結構なんかいろいろ生活とか心境の変化とかあったんですかそうですね、だからまあ一応だからそういう気持ちで、はい、まあ出してだからその流れでアルバムっていう話はあったんだけど、はいうん、なんかこう、うん、それ伝わってないような気がして、うん、この残米自分 の, その、うん、まあそれを伝えるまだ技量がなかったんですけど、うん、その身内にも、はい、なんかそのどういう気持ちでそれを作ってるかとか今みたいな気持ち、はい、なんかそれは今になったから今言える話なんだけどだからその時はやっぱ周りもちょっと説得できないかったというかでどう説得していいか何を説得するのかも分かんないのは で一回それでもやっぱみんなやった方がいいよやった方がいいっていうかそれは言ってくれてたんだけどその書く内容とか方向性とかをもうその戦いちょっと今できないかもしれないと思ってだからなんかちゃんと自分の中になんかパーッと降りてきてその時が来たらやりますんでちょっと一回もう一回ちょっとそこは言うのやめてくださいみたいな、はあ、でちょっと一回それ一回やめたけどラップ書くの、はあ、結局やってたのは音楽とかあのトラックとかプロデュースそうですよねではあったんで、なんか途切れてはないんですね。うん、まあ、ね、ないんですけど、なんかちょっとその降りるまではまあ一回なしでみたいなとかになったけど、まあそういうのって絶対降りてこないですよ。別にその、ま、待ってても別に、はい、それは何年も経ってから、はい、やっぱそれはそういうもんじゃないなみたいなやっぱ。もう新陳代謝みたいに自分がこう向かい合って向かい合っていかないとこう出てこないみたいな、うん、出た上でいいのを取らないといけないから、はあ、ちょっとそこはやっぱその当時はなんか違う戦いに負けてたっていうか、ああそうなんですかもしれないですね。まあね、あのあれグッバイクッキーマンとハロークッキーマンってあれ、うん、逆でしたっけ、どっちが先でしたっけあれ。そうですね、あのどっちだっけね、アマジンのアルバムで入れたのが先で、自分のリブロ君の、はい、インストアルバムですよね。だあれとかはなんか俺的にはすごいなんかファンとして胸熱みたいな。いややっぱそのやってない間も結構そのいいラッパーと本当できて、なんかあやっぱあそれ見てたら、うん、これ今俺そのラップなんてできないわっていうような人たちばっかとその間はやれて、いやマジンも本当そうだし、
あと鬼とかね、同世代でやっぱ本当かっこいい。もう両方ちょっと全然ちょっと違うんだけど、うん、なんかオリジナル感じるというか、うん、もう 俺がもうやっぱみんなその自分がそのなんていうかオリジナルのどうとか考えてた、うん、もう困ってた部分をなんかもうすごい持ってるっていうか、うん、その辺だったり。けどあれですよね、だから今出てくるその2人の名前も、うん、あの山陣先輩、うんうん、森先輩もそうですけども、うんうん、あのリブロ君のそのなんていうかいわゆるそのみんなが思うイメージと真逆な人じゃないですか、うんうん、まあその後に合流する、まあ、鎖グループとかもそうですけども、うんうんうん、だからそのリブロ君 その人間的な魅力っていうか、うん、本当にやっぱあれですよ、そのパーソナルでやばいと思った人とやるみたいな感じ。いやそう、やっぱどっかしらであの、うん、共通の知り合いがいたりするっていうのがやっぱ大きいわ、うんうんうん、もうそこは一番大きいは大きいんですけど、その中で普通になんかやっぱまともに音楽として純粋に捉えるだけでもすごい魅力があるっていうか、どうやって思いついてんだみたいな、どうやってすごいもう自分の中から出てる感じがするし、でなんかそうやんちゃでそうね、不良、まあ不良っつうのもおかしいけど、不良ですよ不良ですよ。いやそうなんですよね、面白い、その面白い話しか聞かないんで、あの、ね、俺がそのどっか地方行ったら、あのその2人の逸話とかすごい出てくるんですよ。あの人はこれやってましたよ、そうそう、こうでとかってのが本当そう面白いですね。山陣とかまあ鬼もそうだし、まあカン君とかもそう、はい、うん、でまあカンさんは本当ねいい話ばっかりするの、あのかっこいい、あのかっこいい、うん、そのところのでかい話とかすごい聞くっすね。あ、本当ですか、うん、本当ですか、いや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 聞く話はね、だから俺だからかもしれない。あ、そうですね、そうそう、はい、リブロ君にはそういうなんかあのいい話を、いやもうだからね、だからそのですかね、だから、ね、あのそうかもしれない俺が地方で一緒にカン君と行った時の目の前のカン君は最低だったなって、流せねえけど、そんなわけないですよ、そんなわけないですかね、そんなわけない、あれは俺の幻だったのかもしれないですね、うん、いやだからでもそう、山陣とかはもう本当もう面白い話すごい聞いて、もう言えない感じのね、でもそう言えないことの面白いだけですよ、だから そんな人たちなんだけど、なんか音楽のもうセンスがすごいから、なんかなんだ別に そこはもう全然落差とかじゃなくて、普通にかっこいいっていうか、これは本当にジャズのミュージシャンだとしても絶対反応するだろうなっていうラップの人たちもだと思うし、なんか音楽俺が分かってるわけじゃないですけど、だから睡眠良くなる人はすごいなんかやっぱ気になるし、なんかオリジナルを作れる人、素晴らしい、